ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあね、キンブリ族というね、ゲルマン人がローマに襲ってきたというところで前回終わりました。一体ローマはどうなってしまうのか、マリウスはスッラはというところですね。ゲルマン人、キンブリ族の襲来により8万もの被害を出してしまったローマ、敗北した兵士たちは、首輝きの下をくぐらされるというね、屈辱を味わわされたらしいんですよね。サムニウム戦争の時のやつじゃん、これっていうね。ああ、またあの、チンポコ野郎どもって言われるやつやん、これっていう感じなんすよね。まあ、プルタルコスのね、書き方だと10人ぐらいしか生き残ってなかったっていう風にね、書かれてたんでね、まあその10人が首輝きの下をくぐらされたのか、何なのかね、よくわかんないんですけど、何なんですかね、この、まあサムニウム人はさ、まあイタリアの半島の中のね、人なわけなんで、まあこの共通したね、同じようなね、こういう文化っていうのがあったんですかね。それともまあなんかこの辺一帯でこの首輝きの下を通らせる、くぐらせるっていうのが、まあとにかく屈辱的なことで、その、要は、その部族の首輝きにつながれるみたいなね、意味合いがあったっていうことなのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まあとにかく同じようなことをされて、またあのチンポコ野郎とかね、あの罵られながらね、あの下着姿になってひたすら屈辱を味わうことになったということみたいなんですよね、この時も。そしてまだヌミディアにいたマリウスを再びコンスルに据え、このキンブリ族に当たる、これに臨むということでしたよね。だけど、キンブリ族はね、なんかそのピレネー越えて、ピレネー山脈を越えて、まあ、スペインの方ですね、ケルトイベリア人の方まで行ってしまってですね、そこで戦ってたと思ったら、今度はまた、北の方に行って、そこの部族とですね、戦って、いたみたいなんですよね。これ結局ですね、まあ、なんか前回、それで1年過ぎたみたいな話してたと思うんですけど、結局これね、2年間経ってたみたいで、その間に。2年間ローマの方には向かってこなかったので、マリウスはこの間に2回コンスルの、コンスル職をですね、延長されているんですよ。だからもうこの時点で3年連続コンスルという、もう異例中の異例の事態になっていて、で、さらに4回目延長された時、4年目のコンスルの時に、キンブリ族がいよいよ、マリウスの方にも向かってきたということなんですよね。まあ4年連続か。まあだからよほどこう本当にローマにとってはもう危機感があったということもそうですし、まあマリウスしかもう正直いないっていう感じだったんでしょうね。本当にこれに当たれると思えるような人は。まあ、ただね、このなんか4回目の時はね、もうさすがに、キンブリ族来なすぎたんで、2年間も来てないんで、いや、もう別にマリウスに任せる必要なくね、みたいなね、ことも言われてたりもしたらしいですよね。あとやっぱりこうね、いや、だってそもそもヌミディアでのさ、活躍もあれって、だってそもそもマリウスっていうより、ね、メテルスとか、スッラの活躍の方が大きかったんじゃないみたいな人たちもやっぱ中にはいたみたいな書き方もありましたけどね。いや、別にだってね、もう4回もマリウスにやらせる必要ないでしょ、普通に考えてっていうね。共和制の伝統からもう外れすぎでしょっていうね。まあまあ、真っ当な意見ですよね。まあ、それでもやっぱり4回目ね。最後、まあなんかちょっとなんか政治的な工作みたいなのもしたっぽいんですけど、マリウスが。最終的にまあ4回目のコンスルについて、その時にキンブリ族がやってきたということなんです。で、もう、ある意味もう4年連続もやってれば、もうほぼね、半分独裁官みたいなもんなんで、もう結構ね、もう一人のコンスルとかもある程度思い通りにできたらしいんですよ、マリウスが。もう一人のコンスルとしては、カトゥルスっていうね、人を指名したらしいんですね。まあでもカトゥルスって元老院派というか罰族派っぽい感じなんですけどね、結構メテルスとかにも近いような人なんですけど、まあなんかあえてそこを指名したみたいな書き方でしたね。まあ、それがなんでなのかみたいなのは結構歴史学的には論争があるみたいな書き方でしたが、まあちょっとわかんないけど、まあプルタルコスの書き方によると、まあこのカトゥルスって人は貴族にも尊敬されて民衆の受けも悪くないっていうね、人物だったということなんで、まあまあまあバランス取ってみたいなねところがあったのかもしれないですね。このカトゥルスっていう人をもう一人のコンスルに指名したと。あ、ちなみにこのカトゥルスも、この人もですね、若い頃にショースキピオと一緒に、ヌマンティア遠征に参加してた人物らしいんですよ。だからヌマンティア遠征っつったらね、まあもちろんマリウスも行ってたわけじゃないですか。だから、そこで同僚としてね、カトゥルスと
一緒にやってたっていうことなんでしょうね。で、もちろんあの時ね、ガイウス・グラックスも言ってたし、あと前回出てきたね、ファビウス君ジュニア、アルロブロゲス族をね、倒したっていうね、アルロブロギクスっていう添え名をもらったっていうあのファビウス君ジュニアも、ヌマンティア戦争行ってた。だし、実はね、あの、メテルスもね、行ってたんですよ、ヌマンティア戦争。で、さらにそこにね、ユグルタ自身も行ってたわけじゃないですか。ヌミディアの、まあ、最後王になったユグルタも、ローマ側でね、ヌミディアの援軍として参戦してたみたいな話してましたよね。そこでなんかローマの戦術とかも学んでたんだよ。だからすごくないですか。すごいメンツですよね。よく考えるとね、ヌマンティア戦争、ショースキピオが率いて、ガイウス・グラックスとマリウスとカトゥルスとファビウス君ジュニアと、そこにユグルタがいてメテルスがいてみたいなね、すごいメンツだったっていうことだったんですよね。なんかね、ね、マケドニア戦争の時とかもさ、アエミリウスがさ、その、ショースキピオとかね、ファビウス君とか、スキピオナシカとかを連れてね、まあ、その次世代のね、リーダーたちを連れて行っていたのとね、まあ、なんか近いもんを感じてね、ちょっとエモいなっていう感じしますよね。それがこう、受け継がれて、今度、ショースキピオが、こう、アエミリウスの立場になって、ガイウスとかマリウスとか、カトゥルスとかを連れて行ってたんだなって思うと、ああ、まあ確かにそういう位置づけの戦争だったのかっていう感じはね、ありますよね。はいはい。まあ、それと、一応スルラの影が最近薄いんで、一応ちょっとスルラの話しとくとですね、スルラも、やっぱ、こう、マリウスが2回目のコンスルの時にね、副官になってたみたいな話しましたが、まあ、どんなことをやってたのかっていうと、スルラはなんかその敵対するガリア人の部族長とかを捕らえることに成功したりとかね、してたらしいんですよね。まあ、この時ってまだそのローヌ川の周辺でね、マリウスたちがまあ兵を鍛えたりとか陣地を築いたりとかしてたわけじゃないですか。まあ、その間にね、そんな任務を帯びてスルラはガリアの部族長を捕らえたりしてたと。で、3回目のコンスルの時にはまあ、近隣の部族をね、解き伏せて、味方につけると、こういうようなことでね。まあ、そんな感じで、こう、活躍してたらしいんですよね。でもなんかね、マリウスは、これを、なんつうの、スルラの手柄として、あんま評価してくれなかった、みたいな書き方で、で、なんか、それ以上、こう、チャンスをくれることもなかった。あんまりこう、スルラに出番が与えられなかった、みたいな感じっぽいんですけど、な、それを受けて、スルラとしては、マリウスさん、俺を疎んでるよね、やっぱり。なるわけですよ。ということで、4回目のコンスルの時、このキンブリ族がもう襲ってくるという時には、もうマリウス軍ではなくて、カトゥルス軍、もう一人のコンスルの方にスルラ行っちゃうんですよ。あ、ここでスルラとマリウスね、別々の行動になっちゃうのね、ということなんですよね。まあ、これもね、なんか明確に対立があったからこうしたのか、それともね、まあ別に、普通にマリウスの指示でスルラはあっち行けっていう風にね、まあ普通にこう、なんつうの、視点間の移動みたいなさ、そういう意味合いで行っただけの可能性もありますけどね。こっちはもう手足りてるからあっちに行って加勢してやってくれみたいなね、可能性もありますけどね。まあちょっとその辺は何ともわからないですが、スルラはカトゥルスの方に行っていたんだよということなんですよ。さあ、そしてマリウスは敵が接近したと知ると急いでローヌ川に陣取り敵を待ち受ける。まあ確か一旦ね、ローマに戻ってたんですよね、マリウス。いや、まあ選挙とかもあったからね、コンスルのね、そういったことで一旦戻ってたんですが、慌ててこう急いでローヌ川の方にまた戻ったということなんです。で、もう一人のコンスル、カトゥルスは、アルプスの防備に向かうということですね。で、だから、スルラはこっちに行ってたと。マリウスがね、この、ローヌ川周辺を塞いで、カトゥルスがその峠道を塞ぐというような作戦なわけですね。これでイタリアに侵入させないぞという構えを見せていたということなんですね。で、しかもね、その敵の数は30万というね、ゲルマン人のとんでもない大軍なわけですよね。で、キンブリ族とテウトニ族が、まあその他部族もいたんですけど、それが合流してたんでしたよね。で、これはね、あくまで兵の数なわけで、部族ごとこう移動してきてるので、それに女子供も足せば、それをはるかに超えるような数だったというふうに書いてありました。もちろんこれ歴史学的にはさすがに30万はないんじゃないのみたいなことは言われてるっぽいですけどね。30万は補給続かないでしょう。そんなね、無理でしょうっていうね。まあ、せいぜい数万だったんじゃないかなみたいなことは言われてるようなんですが。まあまあ一応伝説上ではね、30万と言われてるということなんですよ。で、まあそのゲルマン人のこう連合部族はですね、まあ数が多すぎたからなのか、その石膏によって
ってローマがね2つの軍で待ち構えているよっていうことを知ったからなのかわかんないんですけど、こう2手に分かれるっていうことになるんですよ。で、2手に分かれて、そのキンブリ族の方はアルプス方面、つまりカトゥルスとかね、スッラがいる方に向かったんですよ。そしてテウトニ族はローヌ川、つまりマリウスの方にそのまままっすぐ向かってくるという感じの展開になるんですね。で、キンブリ族とテウトニ族が分かれてきたんだよっていうことですね。ああ、このルートが分かりやすいですね。これちなみにずっとこう、キンブリ族とかが辿ってきたルートが出てるんですけどね。そのデンマークの方からドナウ川の北側に出てきて、あのダルマチアとかね、イリリアとかの上の方ですね。北の方ですね。そこでローマ負けて、で、なんか4年後ぐらいにアロブロゲス族のあたりまでまたやってきてみたいなね。まあいろいろあったじゃないですか。で、西の方、ピレネー越えて、スペインの方に入っていって、ケルトイベリア人と戦って、で、そこも征服できなかったんで、北の方に行って、そしてまた今現れ、二手に分かれて、ここで二手に分かれて、まっすぐ、ローヌ川の方に向かってくる、ヘウトニ族と、アルプス越えのルートを、キンブリ族という風に分かれていくわけですね。はい。そして、先に戦闘が起こったのは、テウトニ族対マリウス軍ですね。つまり、ローヌ川下半の方が先に戦闘が起こるということになります。ゲルマン人は2つに分かれたとはいえ、それでもね、まあ、12万以上の軍勢だったらしいというようなね、書きぶりでしたね。まあまあ、数に関しては分からないんですが、もう本当なんか無限かと思われる数の歓声を張り上げて押し寄せたというふうに書いてありましたね。そして平原の大半を我が物として陣を張り、マリウスの陣営に向かって、出てこい、ビビってんのか。まあ、それは仕方がねえよな。声だめで生まれたゴキブリのチンポコ野郎どもだもんな。挑発してくるわけですね。それに対してマリウスは、絶対に乗るな、というわけですね。これはですね、まあ、要は挑発に乗るなっていうことなんですよ。まあ、こうなることが分かっていたからなんかどうなってもいいようになるか分かんないですけどね。そのマリウスはもう堅牢な陣地をそこに築き上げていたわけですよね。ローヌ川のところにね。で、運河もね、作ったりとかしてましたよね。まあ、あれはね、こう、2年間兵士を遊ばせとくわけにもいかないからみたいなのもありましたけど、かなりもうがっちりした陣地を築き上げているわけですよ。そして運河まで掘られてるみたいなね。で、まあ、ここを抜くことはそうそうできないし、まあ、多分ね、そのキンブリ族じゃねえや、テウトニ族とかだって、そんな工場兵器とか持ってるわけじゃないでしょうから、そうそう抜けないし、まあ、その運河を使えばね、補給はいくらでもできるわけですよね。だからもう、そこに立てこもって、もう挑発に乗らずに、ここで戦えばいいということを言ってるわけですよね。で、まあ、決起に流行ってですね、もうなんか、もう行かせてくださいよ、マリウスさんみたいなね、感じのやつもいたんですが、そういうやつに対してもきつく叱りつけてですね、戦に流行り立つ者は、祖国を裏切る者だ。凱旋式を挙げたい、勝利の標柱を打ち立てたい、貴様らの名誉心などどうでもいいのだ。名誉を縁がために戦うのではなく、戦争というこの雷雨を払いのけて、ローマを救わんがために戦うんだ、というわけですよね。なんかね、マリウス野心あふれる人物としてね、描かれてますけど、意外とね、冷静でいいですよね。というかまあ、その自分自身のね、野心に対してはめちゃくちゃ熱いものがあるのかもしれないですけど、兵士たちの名誉心とかもお前らのことはどうでもいいんだよみたいな意味合いなのかもしれないですけどね、わかんないですけどね。まあ、とにかくこの戦争に勝つということが目的なんだということを言ってるわけですよ。そのために何が必要なのかっていうのをもっと考えろバカ野郎どもみたいなね、ことを言ってるわけですよね。で、兵士たちにはですね、そのマリウスが命令してですね、なんか交代でその柵の上に登ってよく見ておけと命じたんですね。そのゲルマン人たちをよく見ておけと。上からゲルマン人たちのその獣じみたを押す。叫びというかね、見たこともない表情みたいなのがね、見えて、なんか初めのうちはやっぱりあの8万人の大被害のね、記憶があるわけですから、めちゃくちゃ恐怖に感じたみたいなんですよ。うわーとか言ってなんか向こうの方で雄たけび上げてるみたいな。早く出てこい、チンポコ野郎だなーみたいなことをずーっと言ってるわけですよ。で、その挑発に乗るなってね、自分たちは言われてるわけですよ。最初はなんかすげえムカつくし、まあ恐怖も感じたわけですけども、なんかそれを繰り返してるうちにですね、なんか徐々に普通に慣れてくるみたいな。ああ、またやってるよ、あいつら、みたいな。キモいんですけど、ぐらいになってくるっていうね。慣れさせるっていう作戦だったんですね。
そしてこう見ているうちに、まあ彼らがね、どんな装備をしているかとか、どんな動きができるのか、みたいなこともね、よく分かってきた、みたいな書かれ方でしたね。テウトニ族はですね、まあその、どんな挑発にも乗ってこないマリウス軍を見てですね、痺れを切らして、もう包囲を試みるんですね。もうついにこう動き出して、囲い込みに来るということなんですが、マリウスは、今だ言ってですね、ものすごい数の矢を射かけて、かなりの被害が出たと。まあ、そのテウトニ側にかなりの被害が出たということだったみたいなんですね。まあ、当然、全然、だからその陣地を抜くことなんてできなかったんで、その取り囲んで近づいてきたところをもう一気に倒したということなんですよ。で、包囲も無理だし、もう何をしてもね、挑発しても出てこないと。テウトニ族たちはですね、あんなチンポコ野郎ども、ほっとけ無視してイタリアになだれ込むぞつね、もう彼らもこう、もうマリウス軍そこに置いて無視して、アルプスの方に向かっていくと、動きになっていく。ああ、なるほどと。もうマリウスだからこもったまま本当に出てこないっていうね。ローマ軍のね、その陣営の前をそのテウトニ族が続々とこう通過していくわけですけども、その時ね、その、まあ、要は、総勢が分かって、彼らの隊列の長さと通過に要した時間によって明らかになったみたいなね、書かれ方でしたが、マリウスの陣の柵の前を途切れることなく行進したのだが、全員が通過するのに6日かかったという話であるというふうにね、書かれてましたね。いや、言い過ぎだろっていう。そしてローマ人のこう、目の前を通りながらですね、彼らは、貴様らの王にことづてでもあったら聞いてやろうか。言ってですね、去っていったわけですよ。まあまあ、だから俺らはもうローマに行くけど、お前らは文句ねえよな、みたいなね、ことで、また挑発してるわけですね。そして、テウトニ族の大行列が地平線の彼方に消えると、すぐにマリウスは陣を畳んで、その後を追った。少しずつ前進を重ね、アクアエセクスティアエというところまで来たんですね。アクアエセクスティアエ。書いてありますね。でも、ここをマリウスとしては、戦闘の場所としてね、選んだわけです。決戦の場所として選んだわけですよ。そして準備に取り掛かって、まあ、丘の上だったのかな、ちょっとね。なので、まあ、要害の地ではあるんですが、その、まあ、なんか水の乏しい場所をね、あえて選んだらしいんです。そこをこう、マリウスの陣地としたと。これによってマリウスは兵士たちを挑発しようと意図したみたいなね、書かれ方になってますけど、要はまあ兵士たちとしてはこんな水のない場所でね、どうやって戦えって言うんですかみたいなね、ことなわけですよ。普通水ある場所選ぶでしょと。多くの者がその不満をね、マリウスに対してぶつけてきたということなんですが、マリウスは、万族の陣地の近くを一筋の川が流れている。それを指差してですね、あそこに飲める水があるが、あれは血をもってあがなわねばならぬ。と言ったそうですね。つまりまだあのね、8万人の大敗北の記憶があってビビっている可能性のある兵たちをある意味ね、こう追い込むためにそう、こうしたということみたいなんですよね。その前に行かなきゃ水すら手に入らんぞとどうするみたいなことをね、言ってるわけですよね。で、まあそれを聞いた兵たちを、なんだ畜生とか思いながらも、まあでも水手に入れるためにはもう前に行かざるを得ねえなみたいなところもあってですね、もう完全に武装した状態で、仕方なくそれでこう水を汲みにね、まあかなりもうテウトニ族の近くまで行かなきゃいけないということでこう行くわけですよ。そこでこうもうテウトニ族側も異変に気づくと、あれあいつら追いかけてきてんじゃないかよ。なんだよあんだけね、挑発にも乗ってこなかったくせに今更来やがって。みたいな感じがあるわけですよね。で、兵たちも、あ、見つかっちゃったみたいな。あ、普通に水汲みに来たら見つかっちゃったみたいなね、感じになってるわけですね。だけど、テウトニ族はですね、なんか、その土地にあった、そのアクアエセクスティアエっていう場所は、まあ、温泉地なのかな？わかんないですけど、その温泉でですね、ゆったりしてたらしいんですね。酒飲みながら。カポーンみたいな。あ、気持ちいいなとか言って。いい湯ですねとか、すげえゆったりしてたらしいんですよ。そして酔っ払ったままですね、その水を汲みに来てる奴らがいたんだ、んだとか言って、こう武器を取ってですね、水を汲みに来たマリウスの兵たちの元に襲いかかっていく。うわーつって、こっちは温泉ゆっくり入りたんだバカローみたいな。で、川の向こうからなんか最初にやってきたのは、アンブロネス族という部族ですね。そのキンブリー族とテウトニ族とね、他の部族もいくつかいたって言いましたけど、そのうちの一つアンブロネス族っていうのがね、いたんですよ。アロブロゲス族じゃないですよ。
名前似てますけど、アンブロネス族ですね。また全然違う部族ですね。で、彼らが襲ってきたと。もう、ただもう叫びながらですね、もうただただ突っ込んでくるみたいな、あんま隊列とかないみたいな感じでですね。で、もう川をバシャバシャ渡りながらですね、そのアンブロゲス族はもう隊列というか戦列はですね、まあ当然、ね、川渡ってくればね、前と後ろに分かれちゃうわけじゃないですか。で、分断されたところを、その前にいた連中だけ、その渡ってきた連中だけ、ローマ軍がそこに一斉に襲いかかるみたいな感じになってですね、完全にこう、格好撃破できる状況で、もう一気に川を屍で満たしたという風に書かれてましたね。そして残りの者どもはですね、ローマ軍が川を押し渡り始めるや、つまり、ローマが逆にね、川を渡って向こう岸に行こうと。いうことで一気に攻め上がっていったところですね、もう後ろを振り向く暇もなく自分たちの陣営の、車のところまで逃げようとしていたというふうに書かれてたんですが、この車っていうのはなんか彼らね、こう馬車をなんていうのかな、丸くなのか四角くなのかわかんないけど、こう囲って、それでその馬車によって陣地みたいなのを、陣地の壁みたいな風にして囲うらしいんですね。で、その車の要は自軍のところに戻っていったんだけど、そこではそのアンブロネス族の女たちがですね、剣や斧をかざして立ってですね、声を張り上げて恐ろしい形相で逃げてくる者を裏切り者として跳ね返したというふうに書いてありましたね。だからまあそもそもそのただね、粗末な、ただ囲ってあるだけなんで、ここに逃げ込まれても正直なんだろうな、こう抵抗なんてできないわけですよ。だからまあ、ある意味その逃げ帰ってくるっていうのは、ね、女子供を巻き込んだ戦いにする気かみたいな意味合いもあったでしょうし、まあそもそもね、戦士として逃げてくるなんてどういうことだみたいなね、彼らの、まあ文化というか、矜持みたいなのもあったんでしょうしね。そしてもう、その陣営から女たちも出てきて、その戦いに混じって、もう素手でローマ兵の盾を引っ張ったりとかですね、剣を掴んだりとかですね、傷を負っても動ぜず最後までひるまなかったという風に書かれてましたが、もうなんか、本当、もう次々と、だから女性たちも、そのままね、捕まってしまえば、確実にね、女奴隷とかになって売り飛ばされるっていうのも分かってたんでしょうから、もういよいよ危なくなると、もう自害してしまったりとかね。そんな感じだったらしいんですよね。まあ、こうしてね、ローマ軍は、まあそのアンブロネス族との初戦、第一回戦には非常に華々しい勝利を挙げたということなんですね。こうして多くのアンブロネス族を打ち倒して後方に下がったローマ軍。そして夜になったが、これほどの成功を収めたにしては、勝利の惨禍も、テントの中での酒盛りも、食卓を囲んでの歓談も、分を得て戦った者たちには何よりも嬉しい安らかな眠りも、ローマ軍を迎えてはくれなかったと書いてありましたね。え、なんでみたいな感じなんですけど、なんかもうその夜中ですね、うめき声が上がってたらしいんですよ。そのアンブロネス族とかテウトニ族のキャンプの方から夜通しうめき声が上がっていて、その声は人間の鳴き声やうめき声とはとても思えず、むしろ獣のうなり声、叫び声そっくりで、威嚇の声や嘆きの声に混じってがほどに大人数の口から発せられ、それがあたりの山や谷に響き渡ったのであるというふうにね、書いてありました。だからまあ、その敗北に打ちひしがれて泣いてる人たちとかもいたんでしょうし、それに対して怒ってる人たちもいたんでしょうし、まああとは、そのもう、ひたすらローマに対して威嚇とか罵声の言葉を浴びせる人たちもいたんでしょうから、もうなんかそれがもう、相まってものすごい声になってですね、もう山や谷に響き渡って、みたいな、怨念みたいな声でですね、ローマ兵たち全然寝れませんみたいな状態になったりですね。ああ、これなんかもっと、戦勝祝いとか楽しくみんなで酒飲みたかったのに、いやー、そんな気分に全然なれないんすけど、これ、みたいな。テンション下がるわー、みたいなね、状態になってたらしいですね。で、ローマ軍の兵士は恐怖に陥り、マリウス自身は驚愕に撃たれたということだったみたいなんですね。マリウスとしてもね、まずいな。このまま野戦に突入か、ね、思うわけですよ。相手の怒りも相当なもんでしょうからね。一気になだれ込んできてもおかしくはない。しかもこちらはね、なんかすごいテンション下がってるっていうか。いやーもう勘弁してよーみたいな、せっかく買ったのにさ、なんだよこの気分みたいな風になってるわけですよ。士気が下がってる。非常にまずいとマリウスは思っていた。
しかし彼らは攻めてこなかったんですね。なんか夜が明けても動きはなかったと。なるほど、彼らは体勢を立て直すのに手一杯と見える。まあ実際ね、多分手一杯だったんでしょうね。そんな一気に攻めることはできなかった。この間にマリウスは敵の背後の森へ3000の重装歩兵を潜ませた。他の者たちに食事をさせ、睡眠を取らせ、夜が明けると同時に柵の前に出て陣を組ませ、騎兵を平原に走らせた。それを見たテウトニ族は各々の武器を手に取り、勢いよく襲いかかってきた。まあいよいよね、本格的にテウトニ族とぶつかることとなるという場面なわけですね。マリウス軍は丘の上で柵の前でですね、重装歩兵が盾を持ってがっちり先陣を組んでいる状態、そして騎兵たちは平地に放たれている状態、そして伏兵が森の中にいるというような状態なわけですね。テウトニ族はもうバラバラと、もうブワーって、もうなんだろうな、あんまり戦術とかないような感じでブワーって突っ込んでくるわけですよ。もう数でとにかく押してくるみたいな状態ですね。じゃあマリウスはあらゆる隊に、動くな、じっと我慢せよと命じたと。敵が射程内に入ったところで初めて槍を投げて、次に剣と盾を持って撃退する。これより他にやってはならぬということを伝えたんですね。で、なんかこの辺のね、まあ丘の上だったっていうのもあって、土地がこうつるつる滑って足場が悪いんで、押し込もうとしてもね、こう奴らは力が入らないはずだと。足が滑ってね、そんなにぐっと押してくることができないはずだということで、もう盾を密集させていれば大丈夫だと、ここを突破されることはないということを言ってたわけですね。まあただね、これ結構怖いですからね、何もせずにただただ耐え続けるって、ものすごい数がねひたすら登ってきて襲いかかってくるわけですからね。マリウスがこう命じ、自分が真っ先にその通りにしているのを兵士たちは見た。つまりマリウス自身がその盾を構えてね、ど真ん中でもうみんなに見せるかのようにね、ドンと構えてるわけですね。それを見て兵士たちもね、そのマリウスの大胆さとかに感銘を受けて、自分たちもやるかという気持ちにさせられたわけですよね。こうしてローマ軍はテウトニ族に立ち向かい、押しとどめ、徐々に圧力を加えて押し戻していったんですね。ガーンって一回突っ込んできたところを一旦耐えて、もう耐え続けろーっていうところから、まあ相手はこう力が踏ん張りが効かない状況でですね、徐々に押し戻していったと。で、そこに潜ませていた重装歩兵とかね、あとは平地に走っていた騎兵たちを襲いかからせて、たちまち相手のテウトニ族の全軍は混乱に陥り、前後から挟み撃ちにされてもはや耐えきれずに逃走したということなんですよ。ローマ軍は彼らを追撃して10万以上を撃ち取り、あるいは生け捕りにした。あたりは死体で埋め尽くされた。まあなんかね、その10万という数が本当かどうかっていうのは全然わかんないんですけど、まあなんかこの地域はね、マッサリアの領域なわけですけど、マッサリア人はブドウ畑の周りに人骨でね、まあその後の世にね、人骨ので、垣根を作ったりとか、まあ土はこのテウトニ族たちの死体のおかげで栄養をたっぷり吸収して、その上冬の間はね、雨が降ったので、もう非常に肥沃な大地になってですね、腐食がもたらす栄養が土の深いところまで染み込んだので、まあ季節ともなれば豊かな実りをもたらし、畑が肥えたとらしいんですよね。うん、まあだからそういう伝承は残ってるということなんで、まあ相当な人がここで亡くなって、そのまま死体も放置されたんだろうなっていうね、ようなことなんですよね。人骨で垣根を作ってってすげえなっていう。どんな趣味してんだよって感じですけど。ということで、まあマリウスはもうここでとんでもねえ大勝利をもぎ取ったわけですね。まあ、そのおかげもあってというか、まあ、その、だから戦闘が終わった直後ぐらいにですね、今度なんとですね、もう5度目のコンスルに選ばれます。5年連続ですね。まあね、こんな勝利を収めちゃったらね、しかも、あのローマが恐怖のどん底に陥った状況の中で、この大勝利ですから、そりゃローマ中沸き立ちますよね。ということで、まあ5度目のね、コンスルにも選ばれて大勝利を収めたマリウスということなんですね。だが、まだ脅威は去っ
ていない。アルプス側に向かっているキンブリ族はまだ健在なのだ。そうだったねみたいな。そういえばまだ半分しか倒してねえじゃんみたいな。そうなんすよ。だ実際これマリウス軍とカトゥルス軍合わせたって全然キンブリ族の方が数が多いみたいな状況なわけです。まだまだ全然ピンチなんですよね実は。やべえそうだったみたいな。いやこんな奇跡みたいな勝利ねもう一回ってみたいな感じしますけどね。あで一応ちょっと影が薄いんでスルラの話挟んどくと、スルラ伝にはですね、まあカトゥルスの方にねスルラ行ってたわけじゃないですか。でキンブリ族今カトゥルスの方に来ようとしてるわけですよね。でカトゥルスは人物は立派なったんだけど戦場にあっては鋭さに欠けていたみたいな書かれ方になってて、でスルラ自身もなんかカトゥルスから最初にね非常に大きな仕事を任されて、そこで結構名を上げてですね、同時に勢力を増大した、そのカトゥルス軍の勢力を増大することに成功したみたいな書かれ方、まあそれしか書いてないんですけど、まあね具体的に何したかっていうのは分かんないんですが、まあこれもなんかね得意の交渉術とかでね、どこかの部族とかを味方に引き入れたとか、まあそんな感じのね活躍をここでしてたんだろうなっていう感じですよね。でカトゥルスの方ですね、そのアルプスの峠道を守ろうとしてたカトゥルス、で本来そのアルプスの峠道を守ってキンブリ族と対峙するという予定だったんですが、まあ、ちょっとこの辺もね細かくは分かんないんですけど、なんでなのかっていう、まあある書かれ方によると土地に明るくなくて、万が一その迂回路みたいなのがあった時に攻撃でもされたらねたまらないって思ってアルプスに兵を進めなかった、その峠道で戦うっていうことを選ばなかったっていうね、書き方もありましたね。モムゼに書いてあったのかな、うん、要はまあ確かにねそのアルプスで戦うとまあアイロなんでその大軍とね対峙する分にはいいのかもしれないけど、テルモピレーみたいなね迂回路がどっかにあったりとかして裏に回られちゃったりとかしたらもう万事休すなわけで、まあ逆もまたしかりだと思うんですけど、そういう危険性とかも加味していけなかったみたいなところがあったみたいなんですよね。だからまあそのアルプスのもっと手前で戦おうということに決めたんですよ。アルプスを下ったらねそこはもう広い平原ですからね、平原にある川に陣地を敷いてですね、まあそこで待ち構えようとしたということなんです。なんかモムゼにはねこの川の名前がエッチ川っていう風に書いてあってですねエッチ川みたいなちょっとエッチ川で検索してみたんですが、まあちょっとなんかポルノハブとかが出てきちゃったんで、なんか違うやつだみたいになってちょっとそっとしましたけど、わかんない、ちょっとどこの川かもよくわかんなかったんですが、まあなんかエッチ川っていうのがあるらしいです。でそのエッチ川の左岸にね陣地を敷いたらしいんですよ。で多分そのキンブリ族が降りてくるとしたら左岸の方から来るっていうことだったんでしょうね。万が一その戦っていて不利になった時に逃げられるように橋を築いてですね、エッジ側に橋を築いて、まあその右岸の方に安全に撤退できるようにしたという書かれ方でしたね。橋を築いてたんだよとそこに、はい。そして何の障害もなくキンブリ族がアルプスを越えてくるということになるわけですよ。しかもなんかこの書かれ方がですね、なんか裸で雪に当たりながら氷と深い積雪を越えて頂に達し、そこから尻の下に幅広の盾を敷いて深い割れ目の多い急斜面を滑って降りてきたというふうに書いてありましたね。盾サーフィンしてるみたいな、これゼルダの伝説のやつやんみたいな。しかも尻に敷くパターンなんだねみたいな。子供がソリでね、ダンボールソリみたいなのでやるやつで降りてきたらしいですね。ヒャッハーつってフーフーみたいな。楽しそうだね。遠足じゃねえんだからみたいな。まあまあそんなね感じでキンブリ族、楽しそうにアルプスを降りてきたわけですよ。そしてそのエッジ川のね、近くまで来るとですね、そのローマ陣営とその架けられた橋があると、おーなるほどね、そういうことかということでね、キンブリ族たちもねその橋を使ってね、なんかうまいことねこうあいつら戦おうとしようとしてんだろうみたいなねことがバレたんでしょうね、わかんないですけど。でなんかもうその上流の方からですね大量の木材を流してですね、アルプスの木とかを切ってですね、もう川に大量に投げ込んでですね、それを橋桁にぶつけることによってこれをぶっ壊そうとしてくるっていうね、ことをいきなりやってくるんですよ。でまあカトゥルスの方としてはまあ橋が壊されたら万が一の時に逃げることもできないし、まあこうなんか柔軟な作戦行動が取れなくなってしまうんで、ここはまあちょっとねなんか
どうだろうと思いながらも、一旦橋を渡ってもう引くしかなくなったっていう感じで、ちょっと引いていくんですよね。で、まあ、ぶっ壊れるギリギリのところでカッテルス軍の本体の方は、まあ、橋を渡り切ったんですが、まあ、一個軍団だけですね、その対岸に残ってしまった、左岸に残ってしまったらしいんですよ。で、まあ、もう残された軍団をね、指揮した軍団長としては、もう橋が壊れて、川の両側に、軍団が分かれちゃったわけですよね。で、残された方だけキンブリ族ともう対峙するみたいな状態になっちゃってるわけで、うわぁ、もうこれは降伏するしかねえわ、つって諦めていたところ、そのなんか100人隊長、その軍団の100人隊長っていうね、まあその、だから軍団長からしたら部下がですね、部下からですね、まあその人、ペトレイウスっていう人なんですけど、このペトレイウスっていう人がですね、その軍団長をですね、突き殺してですね、何ぬるいこと言ってんすかつってぶっ殺しちゃうんですよ。もう投降しよう。諦めて。もう諦めるしかないだろ。ここは。みたいなこと言ってるんで。言ってるところ。何ぬるいこと言ってんだバカ野郎つって、ぶっ殺しちゃうみたいな。そしてこのペトレイウスという人物が、その敵の真っただ中を通り抜けて、なんかエッジ側のね、その、ウガンの主力部隊のところにたどり着いて、まあ、どういう風にたどり着いたかわかんないですけど、たどり着いたという風に書いてありましたね。だから、ここでなんかものすごい勇気をね、払って、生き延びた人がいたんだよっていうお話がね、ここに載ってましたね。もうこの人はもうなんかめちゃくちゃ勲章とかもらったらしいですね。で、このペトレイウスっていう人の息子はですね、後に、ポンペイウス軍の下でカエサルと戦う人物ということで、まあかなりね、こう出世していくような人物なので、まあこの時のね、やっぱ親父の活躍が、その息子、にも影響を与えてるというか、そのね、一目置かれるようなね、存在になっていってたんだろうなっていうのがね、ここでね、出てくるわけです。まあなんかね、ちょいちょいもうポンペイウスとかね、カエサルとかね、まあ、次の世代がね、出てきますよね、この辺でね。まあまあ、このようにして、この軍隊全体はね、救われて、まあ、ある程度こうね、全滅をしたわけでもないし、まあ逃げてきたことに変わりはないんだけど、まあある程度の面目は保たれたと。しかし、それでも、撤収の急ぎすぎは、極めて深刻な結果をもたらした。というふうにモムゼンは書いていました。つまり、カトゥルスは、そのエッジ側の砦を放棄してしまったことで、もうこの、アルプスを降りてきてから、そのポー川っていうね、大きい川があるわけですけど、その、大きい川、までの間の平原はすべてそのキンブリ族の支配に任せざるを得なかったみたいな書き方なんですけど、要はそこはもうこの平原を全部取られちゃうみたいなね、ことになるわけですよ。アルプスから南の方の。この事件が起こったのは、そのアクアエセクスティアエにおいて、テウトニ族とマリウス軍との間の決着がついたのと同じ頃のことだったみたいなので、つまりまあ、マリウスがね、なんとか勝った。けど、カトゥルス軍を助けようと思っても、まあ、だし、アルプスを越えて入ってくるっていうこともできないんで、マリウス軍がカトゥルス軍を助けに行こうとしてもね、まあ、時間のかかる海路で行かざるを得なくなったと。まあ、おそらくこれ輸送能力的に、その、なんだ、船の数的にね、一気に兵員を運ぶような海路で移動させるっていうのは、まあ、難しかったんだと思うんですよね。まあまあ、よくわかんないけど、とにかくこのまま、キンブリ族に襲いかかられたら、まともな陣地もない大平原で、カトゥルス軍はマジ全滅すんじゃねえのっていう状態になってると。で、マリウスが駆けつけるしか多分ないんですが、果たして間に合うのかと。そんな船でね、こう、ピストン輸送しなきゃいけないわけですよ。正直、そこまでカトゥルス軍が耐えられるとも思えない、みたいな状況。一体どうなってしまうんでしょうか？続きは次回。いやいやいや、まあマリウスはね、大勝利を収めたとはいえ、キンブリ族のね、本体の方はまだまだ健在で、カトゥルス・スルラの方に襲いかかってきてるということですね。急げマリウス。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。